平山基重は、平安時代末期から、鎌倉時代初期の武蔵七党の一つ西島の武将、平山正しの子、谷志堀船木打草、平山郷を漁師、陰武社書に施行したため、平山武社書と呼ばれた、武蔵国平山で生まれる、方言元年の方言の乱で、源義朝に従い、平時元年の平時の乱では、義朝の長男源義平に従い、 大剣門での戦闘で、平野茂森の軍勢五百機に十七機で戦いを挑んでいる。義友の廃止後は平家に従い、在地領主として平穏な日々を過ごしている。しかし自称四年に、伊豆国に流罪となっていた、義友のいじみなもとよりともが挙兵するとそれに従い、その弟みなもとよに従って藤川の戦い、佐竹氏聖伐にも従軍している。特に、 佐竹氏しせの金社城の戦いでは、同僚の熊谷直実と共に、抜群の先行を挙げている。樹英三年、奇重は、源義経率いる基礎義中追伊軍に従い、上洛、宇治川の戦いで、根井ゆきちか、盾の近ただおげ、同年の一の谷の戦いでは、源義経に従って、奇襲部隊に参加、同僚の熊谷直実と共に、 一の谷の平家軍に突入して、勝利のきっかけを作った。翌元略二年の八島の戦い、壇の裏の戦いでも常に先陣を切って、勇猛果敢に戦った。戦後、後白河法皇によって、江門城に任せられたが無断での任官であったため、これが、源頼朝の怒りを買った。あず鏡に、他の無断任官者と共に、平山基重、顔はふわふわとして、 とんでもない民間であると頼朝に罵られた記述が残っている。また、この頃に、筑前国三笠軍原田荘の自投職を得ている。文治5年には、欧州合戦に、息子の平山小太郎重村と参戦。そこでも、先行を挙げ、鎌倉幕府の言動として取り立てられた。研究3年の源の佐根友誕生の際、名言の大役を務めている。年に病没とされるが、 詳細は不明。平山氏は、草薙宗頼を師祖とする、武蔵国西党の一族であり、宗頼は、京都から武蔵府中に国主として赴任。任期終了後も帰国せず土着した。平安時代中期の平野正門の乱が起こった頃に、武士団としての活動が始まったとされている。平山正式は、平山基重の父であり、祖父は、宗綱である。平山氏は、 平安時代の末期に、現在の東京都日野市の地区で栄えた。そのため、地元である東京都日野市の市立、平山図書館には校内に、平山木十遺跡の石踏みがあり1851年に建てられた。木十神社、ありがとうございます。